お年寄りでにぎわう巣鴨。4のつく日に縁日が開かれるのに合わせて演歌主体のコンサートが開かれる。この小劇場は今年4月にオープン。客席数160席、音響と照明には数千万円を投じたという。この劇場はカラオケ教室などを開いていた日本芸能者が新人や活躍する場の少ない演歌歌手を応援したいということからオープンの運びとなった。負けてなるかよ、5回目ぐらいです。どこがなんていうの、親しみ感があるっていうのかな。それでね、ついつい通っちゃう。大きいところじゃないと出られない人っていうのはいるけども、こういうところだと新人とかこれから一生懸命やろうっていう人たちの今場がないでしょ、昔みたいに。そういう意味でいいんじゃないですか。やはり演歌歌謡曲出すの非常に難しいんですね。ですから才能があってもそのままストレートに上がれるっていう今の現状じゃないんで、例えば若い人たちみたいに路上で歌ってたら才能を認められて半年後には100万枚売るとかっていう状況はもう全くないんで、劇場でやっぱり歌ってもらって勉強もしてもらいたいっていうのがありますから。演歌が売れなくなった理由の一つに古臭い似通ったメロディーが多いからだと言われている。天童よしみなどの編曲を手掛ける井戸さんは独自のアレンジで演歌に新風を吹き込もうと考えている。最初ストリングスをメロ言わすのか、例えばほらオーケストラのレコーディングなんかアレンジなんかはさ、バイオリンを最初でやらすか、最初にギターでやらすか、最初にアコーディオンやらすかっていうのは違うじゃない。だから今はストリングスで始まってるから、じゃあおかずをガットにしようって考えてみて、イントロだけ聴いてみて。まだガットも何も入ってないじゃない。これでおかずを入れると、まあ僕なんかいつも仕事やってる部分っていうのはまあド変化の部分よりはもうちょっと歌謡曲よりの、例えばまあ、麦畑もそうですけど、長山洋子ちゃんの捨てられてとかその辺もそうですし、そうなってくるとやっぱちょっと違った分野ですよね。でそういうのがやっぱり逆に少しずつできてくるんじゃないかなって気はしますよね。瞳を見つめて。マリちゃんにおめでとうという乾杯をしたいと思います。マリちゃんお誕生日おめでとう。この日巣鴨歌謡劇場で月に一度のラジオの公開収録が行われた。女と二人連れ負けてなるかよ。